幅広上吊り引き戸戸袋収まりの扉の吊り込み施工方法についてご紹介します。扉の吊り込みは必ず2人以上で行ってください。扉を横にしてレールの下に差し込みます。レールの下に扉の戸袋側を置いてください。戸袋側のランナーを引き戸上部に差し込みます。扉を斜めにしながら戸袋の中に収めていきます。固定ピンを押さえながら扉本体を戸袋側へ入れてください。扉がまっすぐになったところで反対側のランナーを取り付けます。ランナーの調整ネジをドライバーで回すと高さ調整ができます。立て付けを確認すれば施工完了です。